おもっち、今週のテーマは6月29日は平泉世界遺産の日、世界遺産登録5周年。6月29日は平泉の文化遺産への理解を深め、次の世代に継承していこうとの思いから制定された平泉世界遺産の日。そして今年は世界遺産登録5周年の年。平泉では様々な記念事業が行われています。豪通寺では藤原三代行画像三幅同時公開と東福寺義経像出外帳が、漢字材応印跡では平泉世界遺産祭が開催されました。平泉がいろいろな価値を持っているということを多くの皆様に知っていただきたいという趣旨で、今回平泉でイベントをさせていただき、世界遺産に触れて、そしてグルメに触れて、で平泉の価値を皆さんに見ていただきたいということで開催いたしました。現在史跡公園として整備が進められている無料公園跡では、暫定開園が11月13日まで行われています。また中尊寺では4年ぶりに秘仏一時近隣仏頂尊の御開帳が行われ、平泉文化の理念に触れる企画がたくさん開催されています。この平泉はその昔前9年後3年という戦いがあって、その戦いの後に、亡くなった人たちに敵味方の別なく供養しようとした、清平公の精神が基礎でございまして、そのお考えは共に、敵味方の別なく供養して平和な世界の実現ということを、理想に掲げたものでございます。平泉世界遺産登録5周年の記念事業が秋にかけても数多く開催されます。ぜひ平泉を訪れ、平泉世界遺産の素晴らしさを改めて実感し、次の世代に伝えていきましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。